心境を求めて訪れた過去よりさらに時は遡る。戦界の将たちは各地にのさばる魔物の群れを駆逐するため日々戦いをし、終わりの見えない戦いは戦界の将を徐々に疲れさせていた。そんな中、戦界の将の一団が魔物の関係によって窮地に陥る。この時前線にいた王龍、復帰、ナタの三将は仲間の窮地を知ると危険を承知で救援に向かった。戦場に見渡す限り魔物だらけじゃな。この戦いさぞや厳しいもんだが、必ず全ての仲間を救い出す。それまで俺は決して敵がいっぱいいて面白そうだね。話はいいから。なだ待つんじゃ。俺たちも急ぐぞ。魔物を倒し皆を救い出す。わしらは人数が少ない。目立たぬよう敵のおらぬ方から向かうぞ。この役目僕にぴったりだ。任せておいてよ。僕に任せて。貨幣で仲間を救おうなどとは無謀な。面白き者らじゃ大手見とうなったわ。状況だな。救援感謝の言葉もない。共に進み力となりましょう。これ以上は耐えられそうにない。何？敵だと？戦界の奴らを蹴散らしてやれ！ありがとうございます。それよりは共に参りましょう。そういえば男性の砦が味方を見ました。きっと苦戦しているはず。助けに参りましょう。
信じておりました。ご助力感謝します。中は今旋回のショーを相手にお楽しみ中よ。やっぱ押するな。強くなる。さすがですが、将兵らの士気も高まりましょう。さすがですが、将兵らの士気も高まりましょう。よし、村なんとか脱出できたようだな。この秩序、これで守り通せたか。皆を無事に救えてよかったわい。これも二人の武と勇気が王竜、ナタ、お主らの尽力に。何言ってるの、復帰。僕は僕が楽しいことをした。仲間を救うのは当然のことだ。礼などいらぬ。それにしても魔物との戦いはいい。おそらくはこの先も長く続くじゃろう。俺は旋回を守りたい。そのためならどんなことでもしよう。その結果、たとえ一人で戦うことに。おおり、何を言うんじゃ。わし、何かあればすぐわしに相談せい。お主復帰。
わかった。いかんか。